きな鳥居でした。この石の鳥居は吉野の銅の鳥居、秋の宮島の木の鳥居と並んで日本三鳥居の一つに数えられています。今回は聖徳太子が建立した四天王寺見聞の旅を楽しみます。元来西の大門と呼ばれて極楽門と呼ばれるようになりました。これはブッダが教えを説かれることを表すチャクラを小さくしたもので、手で回すことにより仏の祝詞を教えてくださいと挨拶代わりにしたのが起源です。四天王寺は日本仏教の祖とされる聖徳太子建立の寺で、日本の仏教の諸宗派にはこだわらない全仏教的な立場から、1946年に天台宗より独立、そして1949年和宗総本山として立宗しました。中心伽藍は四天王寺式伽藍配置といわれ、南から北へ向かって中門、五重の塔、金堂、講堂を一直線に並べ、それを回廊が囲む形式で、日本では最も古い建築様式の一つです。中門は脇の間に伽藍の守護神である金剛力士を祀っていることから、俗に仁王門と呼ばれています。ここは聖徳太子のご本事仏愚瀬観音が祀られている金堂で、四天王寺の名前の由来になる四天王が四方を守っているそうです。池の中央に島があり、弁財天を祀るお堂があります。この姿が池に遊ぶ亀の甲羅に似ていることから、紀遊島弁天堂と名付けられたと言われています。
本坊庭園極楽浄土の庭は、自然の湧き水を利用した二つの小川、火の川と水の川、そして二つの池、瑠璃光の池と極楽の池を配し、白砂の回遊路、白道をめぐる広さ1万平方メートルの回遊式庭園です。白道を形にしたからだそうです。見ながらお抹茶をいただくってすごくこう落ち着いて気持ちがいいですね。蘇我の馬子の飛鳥寺と並び、日本における本格的な仏教寺院としては最古のもので、幾度かの戦火で焼失しながらも再興し、現在に至っているそうです。日本の国の始まりの地、上町台地は改めて大阪の魅力を教えてくれました。